無事、千とさゆりさんは結婚まで歩みを進めたよ。果たしてこの後二人の人生はどうなっていくのか。気になる続きはぜひ後編を楽しんでいってね。お姉さんに恋したら予想以上に年上だった。後編。とりあえず決まるしてみる。反応があまりない。これでいいはず。だけどうんともすんとも言わないさゆりさん。流れのままさゆりさんの体に触ってみる。意外と胸が大きくて、弾力というよりも柔らかい感じだった。さゆり、小さく声が出るくらい。焦りながらも30分くらい触ってた気がする。濡れてはいる。けど反応が薄いぞ。俺、入れるよ。さゆり、入っていかない。狭い、とりあえず頑張って腰を前に出した。かき分けるようにして入った。さゆりさん、ちょっときつそうだから動くのやめて抱きしめてみた。やがて、ゆっくり動き出してみた。さゆりさん、声は出るが苦しいのか気持ちいいのかわからない感じ。けれど、俺の方はやばかった。すぐに限界来た。俺、さゆり、DT に毛が生えた程度だとこれが限界であったようだ。すまん、みんな。さゆりさん乙女すぎる。当時20歳と35。二人ともご無沙汰すぎかよ。にしても、あまり積極的でないさゆりさん。お姉さんキャラのイメージでテクニックとか凄そうとか勝手に思ってたふん、ギャップに戸惑っていた。俺、さゆり、俺、大丈夫だった。なんか苦しそうだったけども。さゆり、いやー最初は苦しかったけど、その後は良かったよ。最初に抱きしめてくれたのが良かったかな。俺、俺、あんまり経験なくて。さゆり、実は私も3人くらいしか。笑い、見た目も合わさってかなり意外。てっきり経験豊富かと思ってた。興奮しすぎ。さゆり、いやー、こんな性格だから恋愛に疎くて。笑い、俺、それならわかる気がす。アゴフ。さゆり、お世辞でもフォローしなさい。俺、肘打ちで肝臓叩くのはやめてください。色気よりもギャグ性の高い初夜でした。さて、本題というかなんというか、結婚までの段取りはおおよそ最初に決定した通り、4年生の夏に挨拶、冬に両親の会合、春に入籍で行くことにしました。ということで、少なくとも3年生の間は遊べる。1年間は気兼ねなくさゆりさんと過ごすことにしました。問題が発生したのは3年生の冬休みである。さゆりさんとバーで軽く飲んでいた時のこと。さゆり、ねえプロポーズはいつするの?と、頭をこちらに預けたままつぶやいた。プロポーズ、俺の中では婚約指輪はいらないっていうのと結婚の話が出たので、プロポーズは終わったものと考えていた。俺、そのうち、とりあえず濁した。内心は混乱していた。つまり、プロポーズはしっかりしなさいと。婚約指輪いらないっていう話とは別。結婚前提の付き合いでもプロポーズは別。そういうことか、俺は計画を修正することにした。女性にとってのプロポーズと、男性にとってのプロポーズって全くの別物だよね。とりあえずプロポーズの日程を決めよう。夏には向こうの家に乗り込むので、勝負は次の春休み。できればさゆりさんの誕生日に合わせてプロポーズをバババ。ああ、やばい。緊張してきた。3月といえば、うまくいく年だれ桜が開花してる時期。ごくり、リベンジである。プロポーズ場所は例の橋に決定した。春。天気は良好。仕事帰りのさゆりさんと合流してレストランへ向かった。さゆり、ケンジ君、大丈夫。この前みたいに緊張してない。笑い俺、任せなさい。マナーは一応勉強してきた。一応、数日前に家で練習してました。相変わらずぎこちない感じだったと思うけど、なんとかメインディッシュを食べ終わった。さゆり、美味しかった。俺、デザートまだだけど。さゆり、入るかな。入ってもらわないと困る。なぜなら、ウェイター、こちら、デザートになります。小鳥、と置かれたデザートはチョコアイスのショートケーキで、さらにはお誕生日おめでとうの文字。さゆり、俺、おめでとう。精一杯用意したサプライズだった。さゆり、びっくりした。俺、いやー、驚いてくれてよかったよ。さゆり、みそじ超えて誕生日に嬉しいと思えたの久しぶりだわ。とりあえず、さゆりさんの気持ちを上げることに成功したようだ。次はとうとうプロポーズである。橋に着いた。俺、この橋、懐かしいね。さゆり、そうだねー。あのしだれ桜の下くらいで告白してきたよね。俺、そうそう。さゆり、橋を渡ってる間は無言が長かった気がするけどね。俺、しょぼーん。橋を渡り切った。橋の途中で告白しようとも思ったけど、しだれ桜の下の方が綺麗だったのであえてスルーしました。しだれ桜の下まで来たところで、俺、さゆりさん。さゆり、俺はさゆりさんに向き合った。俺、年の差で苦労したり、するかもしれないけど、緊張する。けど不安はない。俺たちはそれがあったから出会えたと思う。素敵な夫婦になろう。俺と結婚してください。んだー。考えに考えたプロポーズだった。
結婚の話があるから失敗の不安はないけども、やっぱり告白と同じくらい緊張した。さゆり、条件があります。俺、条件、告り。さゆり、私の方が16も上だから大丈夫だと思うけど。さゆり、絶対に私を見とってね。さゆり、おじいさんとおばあさんになっても私が足しぬ最後まで一緒にいてね。俺、はい、ということで、プロポーズは無事に終了した。しかし、まだまだ問題があった。というか、最大の難関があることをこの時の俺は知らなかった。次回、ギフトの開講。240、ギフって時点で、ハッピーエンドやん。243、お父さんと勝手に言って怒られる感じね。笑い、さゆりさん今何歳？245、うーむ。3月で40のはず。ちょっとメゾン一刻思い出した。プロポーズもうまくいったけど、さらに難関が待ち受けているよ。続き、季節は夏。九州の夏は暑い。酷暑である。このクソ暑い夏には暑いバトルこそふさわしい。いざいかん、未来の家族のもとへ、待っていてください、お父さん、とは言ってもヘタレな俺。事前に情報収集を。俺、あさって会いに行くわけですけども。さゆり、うん。もう言っておいたよ。俺、ありがとう。で、お父さんはどんな人なの？さゆり、性格は私が似てるかな。なんですと、練習の時のさゆりさんを思い出す。血の気が引いた。俺、怖い、さゆり、小さい頃は授業参観の度にヤマルザみたいとか言われてた。俺、で、気を取り直して。俺、身長は、さゆり、180は超えてるな。俺、で、お仕事は鉄鋼業の部長さんらしい。しかも現場からの叩き上げ。定年前、俺の中ですごく恐ろしいイメージが出来上がりつつあった。さゆり、でさ、俺、さゆり、お父さんが私たち付き合ってるって知ったの一週間前だから。なん、だと。ギフトの対面というのはどんな男性も怖いよね。それなのにこの展開は。俺、あばばばば。さゆり、で、あなたの年齢知ったの今朝だから。俺、なぜそんなに追い込むのだ。さゆり、だって付き合ってるの気づいてるんかなって思ったけど、気づいてなかったんだもん。俺、年齢の件は、さゆり、言うの忘れてた。この野郎。とりあえず、さゆりさんは確信犯でないことを祈ります。挨拶当日。半袖カッターシャツに菓子折りを持って、さゆり車で国商亭へ。さゆり、そういえばね。俺、さゆり、妹、俺の一回り上に彼氏迎えに行ってくるって言ったら、住所教えたらカーナビあるじゃんと言われたの。俺、うん。さゆり、いや、彼氏は今免許取ってる最中だからって言ったら、妹、え、彼氏何歳、さゆり、って言われてた。また言うの忘れてた。俺、確信犯か、この人、立派な家である。庭先にはお父さんが日曜大工で作った小さな噴水とかあったり。俺、さゆり、ちょっと待っててねー。ガチャ。さゆり、ただいまー、連れてきたよー。さゆり母、あらあら、わざわざ遠いところからお越しいただいてありがとうございます。さゆりの母です。俺、あ、さゆりさんとお付き合いさせていただいてるただです。これ、お口に合うかどうかわかりませんが、持ってきた菓子折りを玄関先で渡す俺。これでいいのか、さゆり母、わざわざすいません。ありがとうございます。さゆり、お父さんは、さゆり母、お父さん、部下が熱中症で倒れたらしいから病院行ってる。多分、もうすぐ帰ってくるよ。お父さんはまだいないのか。ちょっと安心。清原みたいなのが現れたらどうしよう。ワクワク。その後一の姿を見たものはなかった。玄関先でさゆり妹さん登場。似てないけど美人。てか、なんだこの年齢不詳姉妹は。母も妹も登場して、いよいよかな。妹です。俺、よろしくお願いします。母、さあ、今で待っててください。今に通される。椅子に座って出されたコーヒーをする。味がしない。さゆり、ふふ。俺、さゆり、借りてきた猫みたい。うるさい。何分くらいコーヒーすすってただろう。ガチャ、今の扉が開いた。おう、お前がただか。扉の先には中肉中背、180センチくらいの年配の方が。この顔は、シルベスタスタローン。眼光がやばい。威圧感半端ない。しかも口調が喧嘩腰だし、ある意味想像通り。とりあえず起立。俺、あの、私、さゆりさんとお付き合いさせていただいてるタダと申します。ギフ、おう。まあ、座れ。俺、はい。いきなりアフガンの戦場に。ギフ、俺、気まずい沈黙。てか、この場で言葉を発するの無理だろ。床に頭をすりつけて、お父さん、さゆりさんを私にください、と言うべきなのだろうか。俺、何か言わなきゃ。ギフ、おい。俺、はい。ギフ、お前いくつだ。俺、22です。ギフ、大学か。俺、大学です。
岐阜、就職は、俺、公務員試験受けようと思ってます。岐阜、まだ決まってないんか。俺、今勉強してます。尋問、ねえ、これ尋問。岐阜、おい。俺、はい、岐阜、別に若いからどうとか歳の差があるからどうとか言わん。俺、岐阜、ただ、結婚っていうのは責任がついてくるからな。俺、はい、岐阜、中途半端な真似だけはするなよ。俺、はい、さゆりさんと結婚してもいいってこと。どうやら話は終わったみたいだ。心臓止まるかと思った。けど、目の前に岐阜がいるので気を抜けない。岐阜、とりあえず結婚するのは就職決まってからにしろ。俺、はい、就職浪人だけは避けなければならなくなった。とりあえず当面の難関はこの就職問題だろう。そう思った矢先、岐阜、おう、飯を食いに行くぞ。ついてこい。マジか、俺としては胃がキリキリするから早くこの場を抜け出したかったけれども、そうもいかないようだ。さゆり家族は岐阜の車、俺はさゆりさんの車に乗って食事の場所へ向かった。俺、怖かった。さゆり、お疲れ様。俺、ねえ、この食事会って事前に決まってた。さゆり、うん、言ってなかったけど、この野郎。小悪魔さゆりさん、食事会はちょっと雰囲気のいい和食屋さん、みんな思い思いにいろいろ頼んでた。俺はというと何を頼むべきかとか悩み出してきりがなかったので、さゆりさんと同じものにした。やがて料理が運ばれてきていろいろと話が弾む。ここでこのスレに書いたような付き合うまでの流れを言っていた。岐阜、こいつはもう結婚しないもんだと思ってたんだがな。聞けばさゆりさん、岐阜の持ってきた見合い話はことごとく切って捨てたそうな。さゆりさんの結婚は両親も諦めていたみたい。でもそこにはさゆりさんなりの理由があったんだよ。さゆりさん曰く結婚は無理にするもんじゃない。いい人がいればする。とのことだ。かっこいい。そんなこんなで岐阜との開講も終わった。食事会の時に冬の両親同士の会合の約束も取り付けたので、安心して俺は大学に戻っていった。ちょっとした問題抱えて、ちょっとした問題が発覚したのは9月の頭くらい。部活も引退したので公務員試験の勉強とバイトに勤しんでたある日、その日も電話でさゆりさんと話していた。さゆり、そういえば、俺、ん、さゆり、そっちのお母さんに付き合ってるの言った。あ、両親の会合の約束を取り付けたのに、肝心の俺の両親にさゆりさんを紹介してなかった。正直、おかんとさゆりさんは旧知の仲だが、そもそも俺はおかんにさゆりさんと付き合ってることを言っていない。俺、忘れてた。さゆり、うん。俺、年末早めに帰るからそん時に急ぎ行きましょう。さゆり、わかった。自分のことで手一杯すぎて考えきれてなかった俺のミス。おバカ。で、さらに1ヶ月後。公務員試験も終わりのほほんとしてた。結果待ちなう。その日、さゆりさんは憲法の大会のため、例の反省会に行ってるので、メール打つ程度に留めてた。すると、着信音。見るとさゆりさんからだ。俺、もしもし。ああ、もしもし、おかんだけどあ、なんでお前がさゆりさんの携帯を。おかん、今ねえ、さゆりさん、家に連れてきたから、変わるね、こいつ、相当酔ってやがる。さゆり、あ、ケンジ君、苦笑。反省会の二次会でお母さんに詰め寄られちゃって、付き合ってるの言ったらお父さんに会わせるって言って、今あなたの実家にいるの。俺、ゼック。さゆり、一応、これであなたの実家挨拶、もう終わったってことで両親同士の顔合わせはお母さん経由で調整しとくから。俺、お願いします。母が申し訳ありませんでした。さゆり、お互い知ってる仲だから別にいいよ。でも、お父さんは寝巻きでいきなり挨拶になったからかわいそうだったけど。息子の結婚相手との初対面が寝巻き。親父よ、恨むならおかんを恨め。そうこうしている間に季節は冬。両親同士の顔合わせも無事終わり、俺も公務員試験受かって春から公務員になることに。そして、二度目の新年を迎え、3月に卒業。さゆり、2年間、いろんなことがあったねー。俺にとっては6年間だけどな。さゆり、付き合うまで苦労した。俺、そやね。笑い。俺、まあ諦めなくてよかったわ。さゆり、うん。ありがとう。俺、これからは夫婦だね。さゆり、約束、守ってよ。俺、もちのろん。さゆり、震え。笑い。俺、世代かなって。笑い。ごふ。さゆり、うるさい。俺、ごめんなさい。そして、俺たちは入籍しました。おめでとう、本当におめでとう。でも絵マルチな描写が少ないよな。今からでも間に合うぞ。304、ごめん、友達が見つけた場合夫婦生活覗かれてるようできついので勘弁。笑い。ネラーの友達多いのよ。笑い。これで話は終わり。いろいろあったけども、その後は仲良く過ごしております。ちなみに今、出張してて暇だったのと、今度の3月にさゆりは40歳になるので、節目として誰かに聞いて欲しかったっていうのがあって立てました。笑い。
実はなんで創作みたいなオチはつきませんが、それでも楽しめてもらえたら幸いです。ちなみに見る人が見ればわかる感じ。あとは友達がこのスレを見てないことを祈ります。何か質問あればどうぞ。答えれる範囲で答えます。笑い。ハッピーエンドを迎えた一致。この後スレミンからの質問が始まるよ。子供は、308、理解できたけど、流れたんだ。でも、母体は大丈夫だったから今はまた励んでるよ。笑い。ちょっと暗くなってごめんね。末永く幸せになりやがれこの野郎。310、ありがとうこの野郎。いい話やった、お幸せに。311、ありがとう、少なくともさゆりは幸せにする。挑戦お疲れ様でした。読み終わってほのぼの幸せな気持ちになったよ。書きついでに作家も目指してみたら。316、公務員じゃなかったらな。年の差カップルってテレビだと年上男、年下女多いし、こんなすごい年の差は今まで見たことないから、楽しんで見させてもらったわ。300、憧れるけど実際する勇気ないわ。おめ、末永くお幸せに。お疲れさん、さゆりさんと幸せにな。318、320、321、322、ありがとう。お疲れ様でした。こちらまで幸せな気持ちになれました。ありがとう。お幸せに。さゆりさんは、どういう仕事してたの？326、327、俺は公務員とだけ言っておく。さゆりは派遣会社の事務だね。OL さん、もう退職したけど。末永くお幸せに。結婚式はしたの？351、あ、結婚式はしました。一悶着っていうかいろいろありましたが、無事に終わりました。書いた方がいいですかね？352、年下の彼氏がいるので、ぜひ聞きたいです。356、年の差婚頑張ってくださいね。参考になるかわかりませんが、時間を見つけて書いていこうと思います。何年関電社長と母ちゃん戦ったのけ？353、バトルはなかったんで省かせていただきました。普通に親父とギフが世間話して終わりでした。年齢が年齢だから、子供は速攻で作った方がいいな。355、いざ作ろうとするとなかなかできないことに焦りますね。後日談結婚式編。とりあえず前提のところだけ書いておきますね。結婚式。それは女のロマン。と思っていたので、めんどくさくても最後まで付き合うつもりでした。俺、結婚式、どうする？卒業前、つまりは入籍前にこの話題について触れる必要があると思ってさゆりに聞いてみた。さゆり、地元でパッとあげましょう。予想よりさっぱりした返答。唐揚げあげるみたいなノリで言われました。俺、場所どうする？さゆり、家の近くにいとこが働いてる結婚式場あるからそこにしましょう。身内割引で安いし、打ち合わせも楽だから。両親、親族、友人呼びやすいし。は、早い。即決すぎるっていうか乙女要素より男気要素の方が多めだったこの人。ということでさゆり家の近場の式場に決定。いとこ通じて予約を入れてくれることになりました。ちなみに俺の職場は式場から電車で2時間くらい離れてるところ。さゆりさんは年末までは仕事辞められないとのことで引き続き実家暮らし。ということで年内の新婚生活は保有となってました。なので、打ち合わせの調整関係はさゆりさんの担当で、ということに。4月中旬。最初の打ち合わせ。と言ってもさゆりさんが何度か打ち合わせした後なので、夫婦として最初の打ち合わせというだけの話。ただ、式場に着いた俺はびっくりしていた。高校の時に受験の慰労会でバイキング食べに来たことがあったからだ。懐かしいなぁ。思い出にふけりつつ、打ち合わせ場所へと移動。担当者、担当させていただきます、〇〇です。よろしくお願いします。俺、ただです。よろしくお願いします。さゆり、よろしくお願いします。20代くらいの女性でした。丁寧に今までの打ち合わせの流れを説明してもらい、今後やるべきことを教えてもらいました。担当者、まず、大まかにどういった式にしたいかをお聞きしたいと思っています。何かご要望はありますか？俺、さゆり。担当者。俺、さゆり、特に、ないです。笑い。担当者、は。担当者は見事に驚いていた。大体、女性側がこうしたい、ああしたい、こんな衣装がいい、登場は馬車で、などなど取り留めのない話になるのが普通らしく、二人揃って何もないと言われたのは初めてらしいです。とりあえずいろいろ提案してくれる担当者さん。担当者、では、プランとしては砂浜を使ったプラン、奥のガラス張りの境界で行うプラン云々。どれになさいますか？さゆり、一番安い身内割プランで。俺、だね。担当者、は。担当者、で、ではお色直し、衣装替えは何回しますか？さゆり、一回でいいです。俺、私は衣装替えなくていいです。担当者、は。とまあ、こんな感じで安い結婚式が醸成されようとしていた。
担当者さんは最高の思い出にさせようとこちらの希望を最大限叶えるつもりだったのに、そもそも希望がないただ夫婦。笑い。担当者、すみません。俺、さゆり。担当者、何か、お二人の結婚式のコンセプトはないでしょうか。コンセプト。確かにそのコンセプトに従って担当者さんもアドバイスくれたりするわけだから、コンセプトは重要である。しかし、コンセプト。コンセプト。できるだけ安く、笑い。俺、と、俺が悩んでいたらさゆり、来てくれたみんなに笑ってほしい、じゃダメですか、とさゆりさん。それはいいコンセプトだと思った。担当者さんも、なるほど、と安心したようで、さっきみたいな困った表情はなくなっていた。その日の打ち合わせも無事に進み、とりあえず終わった。担当者、では、次回は衣装決めになります。お色直しは1回ということでしたので、ウェディングドレスとカクテルドレスを1着ずつお決めください。衣装決めか。さゆりさんだから短い時間で済みそうだけど、普通に長そうだな。担当者、旦那様。俺、はい。担当者、衣装決めは女性にとっては大事なものですので、最後までしっかりお付き合いくださいね。俺、はい。見透かされてる。あと、次回の衣装決めに合わせて招待状を送る相手をリストアップするように言われ、この日は終了。次回は衣装決めです。ちなみに、この結婚式打ち合わせで、俺は不思議な縁を感じる瞬間がありました。とりあえず明日の仕事は朝早いので今日はここで失礼します。質問あったらまた受け付けます。憲法儀に衣替えして、ブルースリーの音楽に合わせて二人で招待客を倒しまくるとかせんかったの。370、それはないにしても、道場のおっちゃん方に肩くらいやってもらおうと思ってたんですけども、頓挫しました。理由は後ほど。今では担当者が浮気相手ですとか。372、それはない。笑い。うちも姉さん女房だ。12歳さ。378、おう、10歳以上差の人初めて会いました。笑い。結婚式の衣装決め。場所は式場ではなく委託先の衣装屋さん、みたいなところ。とりあえずウェディングドレス。カクテルドレスの順に選ぶことに。衣装屋さん、どれでも好きなものを選びください。俺、さゆり、ほえー。とりあえずドレスが所狭しと並んでいた。ドレスということでスカートの裾がかなり広がっているため、通過はかなり狭くなっていた。俺、すげえ種類。さゆり、ほんとねえ。俺、どうする？さゆり、ん？カクテルドレスはとりあえず色別で1着ずつ選んで試着するわ。ウェディングドレスは、華やかなウェディングドレスもあればシンプルなものも。ウェディングドレスは白しかないため、かなり選びづらそうなさゆりでした。ウェディングドレスは結局4着選んだ。今から試着である、鏡のある試着室みたいなところへ通された。実際にはさらに奥で着替える、いわゆるお披露目場所にような感じである。とりあえずぼーっと椅子に座って待っていた。奥ではふ、は、と時折無理やりドレスを着ようとしてる声が聞こえた。ガチャ。俺？さゆり、どう？しっかりとしたウェディングドレス姿のさゆりはとても綺麗だった。こうして見ると改めて結婚するんだなぁ、と実感したり。俺、いいんじゃないかな。シンプルなデザインで似合ってるよ。平成を装いつつも、多分目は泳いでいたと思う。ウェディングドレスは4着着たが、結局最初の1着に決定。続いてカクテルドレス。青、赤、オレンジ、グリーン、エメラルドグリーンの5着を選択。1着ずつ着ては出てくるさゆり。とここで衣装屋さんが何かを持ってきた。衣装屋さん、こちら、お手に持っていただく小道具になります。見ればいろんな種類のブーケが。さゆり、わあすごい笑い。あれ、何かを見つけたさゆりさん。おもむろに手に持ったそれはステッキだった。ちなみに先っぽは星型である。さゆり、わあ、みんまる桃みたい。ステッキを振るさゆり。年バレまっせ。カクテルドレス選びも一通り来て、青色に選択。ここまでで約2時間。まだまだ短い方だと衣装屋さんは言う。で、俺のタキシード選び。と言っても速攻で選んで試着して終了。男って楽だ。予想より早めに終わった俺たちは受付横のカフェでコーヒー飲んでた。さゆり、招待状のリストアップできた。俺、まあ、一通り中、こう、大の友達にする。上司は聞いてみるわ。さゆり、私もリストアップ終わったよ。友達のほとんどは子持ちだから子供多くなりそうだけど、問題は子供がやんちゃなんだよな。確かに、そこの処置をミスったら結婚式がはちゃめちゃになるかも。俺、とりあえずその件は保留で後日打ち合わせに行くことになりました。俺、さゆり、道場の人に肩やってもらうよう頼む。俺、あ、それいいね。しかし、道場のおっちゃん方は、A 大憲法部、全国でも有名の人が来るなら、みっともないのでやりたくない、許してちょ。とのことでした。で、A 大憲法部の同期たちは、引退したからやりたくない。とのことでした。は、白状者を、自分の嫁は11歳年上だよ。
うちよか離れてる人ってなかなかいないと思ってたけど意外にいるもんだね。嫁は自分よかうちの母親の方と歳が近い。396、うちもおかんとの歳の方が近いです。笑い。皆さん、すいません。いつの間にか爆睡してましたしょぼーん。再開します。とりあえず他の出し物も決めることに。さゆり、子供も参加できるゲームとかいいかもね。俺、確かにそれいいかも。道場の忘年会の時みたいにビンゴ大会とか。さゆり、丸罰ゲームとかもいいんじゃないかな。俺、でも大人と子供で知識差出るからな。担当者、でしたら、二人にまつわる内容で丸罰ゲームはいかがでしょう。二人しか知らないエピソードを使ったりしてみては。さゆり、それいいですね。恥ずかしいな。ということで丸罰ゲームに決定。書き漏らし。式の日取りは8月末の予定。式の大まかな流れも決まり、その日は終了。次の打ち合わせで招待状の内容とデザイン、送り先とその返答期限を決定しました。一通り招待状が出揃うまでの間に入隊状の時にかける歌の CD を借りに、バックストリートボーイズやらスマップやら思い思いの CD を借りることにした。ちなみに俺の一時退場ではロマン飛行を流すことにした。まともな曲を知らない俺。で、1ヶ月後くらいには招待状が出揃い、席次を決めて、祝辞や乾杯の運動を取る相手を決定。順当に決まったところで、いよいよ式当日を迎えるだけになった。担当者、お疲れ様でした。今日で打ち合わせは終了となります。1週間後、当日は11時までに会場にお越しください。担当者、12時には両家のご親族様のご対面及び記念撮影となりますのでその5分前にはお越しいただけるようお願いいたします。受付は12時から開始、式の開始は13時となります。担当者さんは最後に日程確認を行い、席を立ちました。担当者、では出口までお送りいたします。俺、担当者、さゆり、ここで俺、この打ち合わせの前日に気づいたあることを確認する。それは昨日、高校のアルバムを見ていた時のことである。俺が、そういえば受験の慰労会で会場を使ったなぁと思い出していた時に。あ、俺、担当者さん、妹さんいませんか、星星っていう名前の。担当者、あ、はい。俺、やっぱり、妹さん、高校のクラスメイトです。笑い。さゆり、担当者、慰労会の時にお姉ちゃん、と言いながらスーツ着てる人に会っていた星星さんを思い出し、そういえば担当者さんと名字が一緒なのを思い出していた。担当者、妹と同い年だったんですね、笑い。俺、いやー、気づいた時はびっくりしました。笑い。妹さんによろしく言ってください。笑い。さゆり、偶然ってあるんだねー。不思議な縁を感じた瞬間でした。そして1週間後、朝早くから目が覚めてしまった俺。前日、仕事後に実家に移動していたため、余計に手持ちぶさた。とりあえずさゆりと合流。俺、どうする、さゆり、カラオケ行く、ということでカラオケ行くことになりました。声が潰れたらどうすんの、と、友人連中に突っ込まれたのは後日の話。カラオケ後、会場入りした俺たちはそれぞれ衣装を身にまとい、控え室へ。俺、そこにはプロのメイクとヘアスタイリストにより、試着の時よりはるかに綺麗なさゆりさんがいた。さゆり、何ジロジロ見てんの。俺、いやー、結婚してよかったなって思って。さゆり、バカ。笑い。こうして俺たちの結婚式は始まろうとしていた。結婚式が特別な日って、よくわかるね。親族の対面会の前に軽いリハーサル。人前式の形式にしていたので、新婦さんはなし。指輪交換は司会の合図に従い行った。と、ここで問題発生。指輪を持ってくる黒子さんが困った様子で、黒子さん、どちらの指輪が旦那様のもので、どちらの指輪が奥様のものでしょう、と言った。実は指輪を買うとき、お互いの指輪のサイズが一緒のことが判明。俺の指が細いことと、さゆりさんの指が骨太なせいである。ちなみに11号な。しかも実名はイニシャルが同じ。さゆり、指輪の裏に小さなサファイアが入ってるのが私のです。かなり恥ずかしそうなさゆりさん。なんかごめん、指輪問題はさておき、それ以外は無事終了。いよいよ本番である。会場扉前。ドア開けのためスタンバイする担当者さん。担当者、緊張してますか、笑い。俺、はい。担当者、妹がおめでとうと言ってました。笑い。胸を張って頑張ってくださいね。この時の担当者さんの言葉で緊張が和らいだ。ありがたかった。司会、では、新郎の入場です。扉が開いて、俺は会場に入っていった。岐阜に手を引かれ登場するさゆりさん。俺は岐阜からさゆりさんの手を受け取り、壇上へと上がった。そして指輪交換。黒子さんから間違わずに指輪を受け取り、互いの指にはめた。そして、司会、それでは、司会の決まるをお願いします。緊張のシーンである、はずが。
思い思いに携帯を取り出し写真を撮る親族友人たち。しまった。人前式だからこの辺緩いんだった。おかげで恥ずかしそうに決まるをして1秒で口を離した。お互い終始半笑いである。で、みんなの前で誓いの言葉を言って式は終了。続いて披露宴。上司の祝辞と道場の先生の祝辞。道場の先生は自分のことを恋のキューピッドだと言ってましたが、とてもそんな面構えではありません。運ばれてくる料理もほとんど挨拶だのレクリエーションの主催だので食べることできず。腹減った。例の丸罰ゲームでは子供を含め、道場の先生、親族、大学時代の先輩の6人が残った。俺、では、私とのじゃんけんで決めましょう。できれば子供に勝ってほしい流れである。じゃんけん、ポン。勝ったのは先輩だった。ちなみにこの先輩、かなりごついが体格に反比例するように気が優しい。先輩、ごめんね。ごめんね。と子供に謝っていました。そして一時退場。曲はロマン飛行。大学の憲法部の同期にわっしょいわっしょい運ばれて退場。曲意味ねえ。お色直し後はいよいよ佳境。涙涙の新婦のお手紙朗読。しかし、ここはさゆりさん。ハンカチ用意した親族友人の予想の斜め上を行く朗読でした。さゆり、思えば、生まれて37年。長い実家生活でした。お父さん、私はようやく結婚しました。でも、年内はまだ実家生活です。文句は会社に行ってください。さゆり、お母さん、今まで美味しい食事を作ってくれて本当にありがとう。旦那はうちの家族と違い好き嫌いしないので、私はお母さんより楽ができそうです。さゆり、妹へ。ペットの猫を頼みます。ハンカチは笑いをこらえるのに使われました。そして、曲とともに退場。最後までみんな笑ってくれた結婚式になりました。感動なくてごめんなさい。これが俺らのコンセプトだもの。ということで無事、結婚式は終了。最後までギャグな夫婦でしたが、まあ、これが俺らの持ち味でもあります。これで本当に話は終わり。あとは子供ができれば、出産までの面白話ができるかもしれないですが、手持ちのエピソードはこれがラスト。書いてて懐かしくなって嫁に会いたくなりましたが、この出張が終わるまでの辛抱、ここまでお付き合いくださった皆様、本当にありがとうございました。また質問は受け付けます。今も公務員。415、公務員だよ。年上さんから逃げたやつですが、まだまだ自由に遊んでいたいって理由言ったら泣かせてしまった20歳の頃。417、まあ、人それぞれではないかな。ちなみに就職は九州にしたの、それとも関東でして連れてきたの。418、白状すると、公務員試験の時期はフェイクで転勤族の公務員。だから最初は九州でも今は移動して四国にいる。421、自衛隊か。423、ではないです。まあ、似たような、とだけ。さゆりさんの手紙はロタ。お幸せに。426、俺も隣でマイク持ってて鼻水出た笑い。羨ましい。今日14個上の姉さんに告白してくるわ。427、頑張って、結果よかったらスレでも立ててね。今たまたま来たんだけど長そうだから読んでなくて。一から少しだけ見ようとしたけどもう終わったの。自分、年の差で悩んだりしてるから見たかったんやけど、端的に中身としては叶ったん。私はくじけそうだからなんとかなりたいよ。428、ぜひ読んでほしいかな。くじけないで頑張ってね。三つ上の彼女におばさんでいいのって言われたけど年上とか意識しないほどだったのに。女性って自分が年上だと気になるんですかね。結婚したんだ。よかったじゃん。ただ年取ってくれば位置がだんだん冷めてくるかもしれんぞ。若い時はそれがわからないだろうが、まったり落ち着いた家庭なら年上進める。10歳差だが、まさに落ち着く家庭だ。落ち着いた家庭とか年齢関係ないだろ。455、人によるけど、男側にとっては相手が年上の方が落ち着くってことなんじゃないの。姉さん女房議論はスレミンの間で盛り上がりそうだね。456、何がどう落ち着くのかな、と思うんだけどね。小柳ルミ子さんと大隅健也さんも結婚して何年かはラブラブだったし本出版したり、夫は絶対に浮気しないと言ってたけど浮気して離婚して大隅さんは8つ下の女性と再婚してるからね。愛に絶対に年の差は関係ないとは言えない。同い年ほど離婚しにくいとかいうデータとかあるからな。僕も今 LINE で毎日やり取りしてるのが31歳の女性。こっちは19歳差なんて関係ないって感じる。こうしてイッチとさゆりさんの年の差逆転カップルの素敵な物語は幕を閉じたよ。今後二人がどんな人生を歩むかはわからないけれど、いつまでも幸せに暮らしてほしいね。みんなは年の差逆転カップルをどう思う？もしかしたら周りにいるかな？どんな年齢差であれ、みんな幸せであってほしいよ。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してね。